二種銀とは、江戸時代末期の日本で流通した銀貨の一種。長銀や豆板銀が重量をもって、貨幣価値の決まる表量貨幣であったのに対し、額面が記載された表記貨幣である。形状は長方形。額面は二種。その貨幣価値は金貨である二種金と等価とされ、1、8両に相当し、1、2分に相当する。何両二種銀を行使とし、 1859年の安政二主銀まで駐造された。南領二主銀の貨平面の表記は、異南領八辺かえこ版一両であったが、安政二主銀では、二主銀と単刀直入なものになった。本校では主に安政二主銀について記述する。安政二主銀安政二主銀は、日米和新条約による安政6年6月2日の横浜港の開港に備えて、 同年5月25日より、小判の海外流出防止の目的で、貿易取引専用に鋳造された、係数銀貨であり、貿易二種とも呼ばれる。また大きいばかりで、より小型の一分銀の半分の額面価値でしか、通用しなかったことから馬鹿二種とも呼ばれる。またこの名称は、本来の発行目的を果たすことができなかったからで、あるとも言われる。 裏側沖の黒船来航により幕府は開港を迫られ安政元年5月17日より下田両戦時にて日本貨幣と西洋貨幣との交換比率の交渉が行われた。米国側は金貨銀貨はそれぞれ同一質量を持って交換すべきあると主張した。一方、幕府側の主張は以下の通りであった。8.8問目の両目の20ドル金貨は1問目。 あたり銀19問目すなわち1枚あたり銀167.2問目と評価され1ドルあたりでは銀8.36問目であるまた1ドル銀貨すなわち外国銀貨は地金とみなされるため純銀量6問目2分に対し26総外である通用銀16問目と評価されるこれは1両の約14であるから1ドルイコール1分であるまた1分銀は 名目貨幣であり、金貨4ドル分の金を含有する、本位貨幣である小判の打貫権に相当するものである。これらの内不当に低く評価された金貨は、問題外とされ、論争の焦点は銀貨へと絞られた。しかしこの時点では交渉はまとまらなかった。安政3年9月9日に、下田御用女において、米国総領事のハリスとの協議が行われ、ハリスは、 市中に流通している店舗1分銀は2.3問目であり、1ドル銀貨は2 6 7 3ムであるから100ドルは1分銀311枚に相当する。したがって1ドル銀貨の約1、3の両目である1分銀3枚をもって1ドルに変えるべきであると主張した。結局、実質価値に満たない名目貨幣としての銀貨は国際的には通用しないとハリスに押し切られ、 同種同量交換の1ドルイコール3分の交換比率を承諾することになる。また、中国との交易に精通していたハリスは、日本の1両も中国と同様に銀1両と考え、1ドル銀貨は約3、4テールの両目に相当し、1分銀の両目が偶然にも約1、4テールであったことも1ドルイコール3分の根拠としての口実となった。 そこで、幕府は、安政6年6月1日より、天保小判の両目の4、5倍に低下させた、安政小判と、両目がほぼ1ドル銀貨の半分である安政に主銀を、発行し、これにより1ドルイコール1分に誘導し、かつ、金銀比価を国際水準に対しやや金高に、設定された17点に、1に是正しようと試みた。一方、 二種銀については一分銀の半分の額面にも、かかわらず、約4、3倍の含有銀量であり、デメ獲得を目的とした悪化の発行に慣れた幕府に、とって量家は多量に発行できるものでなかったため、貿易取引に限定するものとした。またこの二種銀を鋳造するために必要な銀を賄う、ために、銀品位を下げた安政長銀を発行することになったとされる。 しかし、安政長銀の発行は、安政二主銀の鋳造停止後半年経過した、安政6年12月27日であった。開口上では6月2日より1ドル銀貨との引き換えが始まったが、この二主銀は開口上のみでしか通用せず、もともと日本国内全般に岩油銀量の多い二主銀を流通させることが困難であり、 一般に流通しているのは、以前一分銀であったため、国内では一分銀に両替しないと通用しないと、定められたおおよそ貨幣としての機能を欠くものであった。交換された貨幣が、日本国内において一般に流通するものではなく、かつ一ドル銀貨の日本国内での購買力を1、3に低下させるという、この政策にハリス及びオールコックラ外国人大使は、 条約違反であると強く抗議し、6月22日、幕府は手落ちを認め以後は1ドル銀貨を1分銀3枚で引き換えるよう開口上部協に申し渡し、翌23日に通用が停止された。したがって、安静に主銀の通用はわずか22日間で終わり、安静小判についても4が、月足らずで、収蔵停止となるに至った。 このため外国人大使は1ドル銀貨をまず1分銀3枚に交換し、両替商に持ち込んで4枚を小判に両替して国外に持ち出し、地金として売却すれば莫大な利益が得られるというものであった。しかし、グレシャムの法則が働き両貨である小判の中造量は衰退し、市場では悪化である2主犯及び1分銀のような名目貨幣が両替するような状態であったため、 一分銀から小判への両替には大幅な増付が要求された。また外国人の一ドル銀貨から一分銀への両替要求が多額に上ったため、開口上では一分銀は芝叩く間に不定した。それでも小判の流出は短期間の間に多額に上り国内の深刻な金貨の不足を起こすような危機には違いなかった。外国人大使らは一年間に このような両替を5から6サイクルほど繰り返し、利益を上げることが可能であったという。1分銀不定の打開策として7月29日に、ハリスは、メキシコ銀及び1ドル銀貨を1分銀に改中する、ことを提案した。これを受け入れ8月13日より発行されたのが、銀品位が用銀と同一の安静1分銀であった。しかし、 全く小判流出防止に効果を果たすものではなく、むしろ流出を促進させたものと言える。安静一分銀の発行によっても、貿易港周辺の支柱における一分銀の沸点は解消されず、ハリスは幕府に対し一分銀の早急な増意を要求したが、発行は思うように進捗せず、要銀に刻印を打って3分として通用させるよう要求した。 ここで登場したのが、メキシコ8レアル銀貨などに、改め3分帝と国印をラインした改め3分帝銀であった。しかし、日本国内ではこの改め3分帝銀は2分に、主にしか通用せず、国印だは、安政6年12月29日より開始されたが、翌年の万円元年5月12日までの短期間で中断された。 その後英国総領事のオールコックは著書、大木見の戸の中で、日本の法務貨幣である、天保小判が金貨4ドル分の金を含有し、一分銀には、素材価値以上の価値が設定されていたことにより、金貨流出につながったことを認めているが、それは、小判の大量流出が起こった後のことであった。地方貨幣で二種の価値を持つとされた銀貨としては、秋田一問目一分五輪銀板。 筑前に主銀が挙げられる。仙台小鈴銀も二種通用とされた可能性があるが、これは一分通用との説もある。また二種銀の市中貨幣としては、小型の安政二種銀のような形で、両目が、貨幣一主銀のほぼ倍量となっており、貨幣一主銀発行の頃に試みにされたと言われるものがある。ありがとうございます。